なんかこう、まあ、やそうだな。え、まあ、ちょっと嫌だろ。今日は一人でゆっくりさせてくれ気分、どっち？正直に言って。それはないけど。絶対そうだな。絶対そうだ。よし。なんでこんな汚いのお前。いや、わかんない。なんか掃除し。家なくね。うん。なんでこの部屋ゴキブリ出ないんだろうね。確かに食いかすはそんなにないからか。タバコの匂いだね。臭いっていうかタバコの匂いだけ。でも解散でもいいけど、どっちもいいや。定時はお前一人でやった方がいいんじゃない。先生、俺んち来てもお芝居も来てないし、どうせ。いや、分からんけど、なんでもいいよ、俺は。なあ、まあ、絶対的にやらないといけないけどね。俺が止まったらそれは当たり前だろ。いや、モンジュイの家の方が止まりやすいよ。今何歳になるの今月。10位ぐらいじゃないと。だって なんでこう Wi-Fi がないの。この間はあるよ。なんで使わない。切り替えるのめんどくさい。外から帰ってきた時に。あと Wi-Fi ですら電波が悪い時があるからね。確かにそれはある。え、お前イベント出てんの。いや、あれよ、なんか昨日セイズのファンのやつって言ったらエントリーしただけ。始まったよ。ガチでやってるわけだ。
前モゴゴリでアルマンド入ったの昔ね昔うんセラトねそれセラトのやつ何セラト富豪これだって30万ぐらいしないこれうん富豪富豪が昔いたんだもういないのもういないあーでもまだメンシップには入ってくれてるけど昔の富豪ガチの社長アルマンダすげえなうんドカッて言ってくれたわそれあ、8位やって今大体1日5、600やからそんなもんお前ちょっと あの朝5時の定時にしたこと後悔してるだろういや、それはないけど、その時間しか人呼べないから、それはないんだけど、いろいろね、俺5時に始めて、7時、8時に終わるじゃん。俺が寝ようとしても、ワンちゃんは遊びたいわけだ。で、寝るのが、寝れるのが1時ぐらいなんだよ。で、そこから、子犬の彼女の凄さ知らないの、お前。一緒に寝ればいいじゃんゲージはあるのあ、ゲージはあるのかあるけど入れてないだって散歩もあるしね、朝晩何人かだったら落ち着くだろうけどねで来てるもういいよ、あれは仕方しとけば、うん、もう仕方しな、本当に、マジでもういいよ、本当それだけはマジでいい明日、ゆうせいの誕生日会夜忘れちゃったハハハ行くの家でね、向こうの頑張ってください、うん、8時、夜の8時ぐらいだから定時終わって、寝てやればいいじゃんだって町田が遠いもん家まで遠いよ遠いよ本当にいや、違う、いや、もし泊まるとしたら俺は電車で帰る、絶対町田から宮前平って何階乗り換えすんのあれ2階あ、1階ガーキちゃん先生
でもお前絶対5時からやれよ配信。じゃあまた俺行かんねえ。お前マジで意味ないからな。ね、明日はやるつもり、やらないつもり、どっち？やるつもりだったけどね。だって、うん、やらないつもりになっちゃった。いや、やらないつもりではない。どっちだよ。今日はずっと家にいる予定だったの。もう やるよ、明日は。やるんですって。じゃあもう早く行っちゃおうぜ家に。配信切るか。もうブランド品のプレゼントどれ。あのブランド品のプレゼント、どっからで。ああ、ブランド品のプレゼントどれ。できれば6時ぐらいに起こしてほしいわ。無理だから。ブランド品のプレゼントどれ。いや、分からんけど、知らんけど。俺ごめんごめんね、ちょっと。もうお前、本当にマジで髪こんなボサボサになっちゃって。かわいそうに。櫛があったら。なんか服の匂いでも勃起しそうだわ。ごめん、ちょっと待って。ああダメだ。うわ、行こう。止め、待ってね。ごめんね。よし行くぞ。マジで よし行くぞ。早く行こう。動くな、動こう。もう動かないと俺もう止まっちゃう、精神が。プレゼントどれ。いや知らねえよ。あ、ねえよ、買ってんだから。はぁ、ちょっとタバコ持ったでしょ。で酒持って、酒チャージ。タバコ持ったら、タバコチャージ、酒持ってって、何本か。あー、もうだるいな。もうだから人んちやんだよ俺。こうやって持ってかないといけないから、いろいろと。まったくしゃあないやつだな、ほんとに。あー、めんどくさい。まあもうまた俺寝れないの。ほんとにもうマジでめったに寝ない。普通にエアコン消して。いやマジだで、本当に寝たいもん俺。だってまたノリズゴースがハメになるもん。ああだるいな、ノリズゴースのめんどくさ。あ、やっぱもう一箱持ってこ。マジだる。
マジ寝よう。マジで寝るわ。ちなみに、あの一人じゃ配信できないなって言ってるやつ、ふわっちゃ見る価値ないよ。だってそもそもふわっちで一人で配信できるやつ見たことないから。うん、無理だよ。その言葉は通用しない。なぜかというと、ふわっちで一人で配信したやつ見たことないから、残念ながら。技法ね、それが。うん、見ない方がいい。一人の配信見るならノリさん見た方がいい。ノリさんがこれたら見とけば。どう？この意見に対して返答を願います。正論だと思うけど、めちゃくちゃ。タコシも来る。あ、いいよ。天然、来る。天然さん来て、タコシ来て、頼むわ。でもあいつ寝れないんだよな。すいません、あいつ寝れなくない？来れた。行くぞ。タコシも来るって。来んだろ。来るよ、あいつは。タコシ来るって。発信と配信してたぜ。いや、今すれ違った人。え、天然もイベントやってる？最後のパンのそうなん。じゃあ無理やもんな。だからでもね、イベントやらないといろんなものが見えてきた。必死さがすごい。ああ。だから。誤爆したとしても消すなっちゅうにって。もう早く車乗りたい。てか寝たい。で、あるはアニメ見て寝るから。ちなみに、はい、アニメ見て、アニメ見て熟睡するんだ。え、布団干してる？ネットの王子が来てから、あれから干した？人にそんなこと言えるよね。ね、待って、マジやめて。もうマジやめて。干してないならちょっときついわ。干してないな。お前さ、最低だ。まあ、干してないだろ、どうせ。干すわけないじゃん。最悪。こいつマジ最低だ。この俺様が行くのに。干すもんなんか全部一回洗ってるから、車。俺、この俺様が行くのに。干さないはやばいわ。ローリングでやるよ、お前。無理、痛い。オートゴーギ、じゃんけんじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。はい、これは負けたやつ悪いわな。無理。はあ、やーく。あ、終わった。確かに、それな。いや、それな。でもあそこら辺うまい飯でなくない？あんの？でもなんか行くのがめんどくさかったわ。でも車持ってれば別だったけどね。
前今なんかここら辺からなんか嫌な音がしたけど気のせいか。東に進みます。キュッて落としたけど。実際の交通規制に従って走行してください。およそ100メートル先左方向で久々に止まってやるか。その先およそ100メートルで全く右方向です。もう仕方ないな。いやなんかここら辺からなんか嫌な音がしたんだって。 20% です。キュッてどこに止めね。駅長くんこれさどこ高くいらんだろ。オッケー。よし。眠たいわ。南に進みます。早く寝たいわ。アニメ見ながら寝たい。で、俺の空間で過ごさせて。マジでアニメで爆睡したい。左方向です。でもちょっとあの腕足太ももまでは洗いたい。でサラサラの状態で寝たい。およそ100メートル先左方向です。左方向です。続いて左方向です。お前ってゴム派生派どっち。続いて左方向です。人による。嘘つけ。人によるじゃねえ。お前に聞いてんのってことはお前生。左方向です。何が。わかりやすいわ。何が。やっぱ生だよな。いやでもね、やばいやつは信用ない人つける。いいよつけない。お前嘘つけ。右方向です。生だろお前のせ。その先およそ100メートルで左方向です。生だろ。あ、お花やれ。投げ抜くなよ。もう来たね。そこら辺捨てたわ。あ、もう寄ってきたわ。ちょっと待って、ゆっくり運転して頭痛くなってくる。続いて左方向寄ってくる。もう助手席でもやってくれたからもう相当だわ。うわ果てしない。あと何分で着く。続いて左方向です。その先、左方向です。続いて、左方向です。終わった、人生。お前どうせ明日の今日考えてないだろう。てかさ、もうさ、あれにせえば気まぐれクックのパクリ嫌だと思うけど。およそ 200m 先めんどくさいと思うけど。その先およそ 100m でお弁当作り右方向です。いや朝はできらんよ。いやおいバカ、本当に何も分かってないわ。あのいろんな配信を見てね、一番需要があるのマジで分かったわ。およそ100メートル気まぐれクックだわ。この信号を右方向です。うん、なんでか教えてほしい。誰にもできることが一番需要性があると思う。やれよじゃあお前が。やらない。お前がやれよじゃあ。めんどくさいから。いいかこれ。いやいけねえよお前。バカなのお前。お前おーなこいつ。お前あの透明から行くなら U ターンしないといけないぜ。いや U ターンするよ。およそ200メートル先もう U ターンしなくてもそこら辺だよ。その先およそ100メートルで右方向です。気まぐれとかの金かかるからね。あれ金かかってねえよ。だって最初知ってるから普通の料理配信だぞ。右方向で料理配信だよ。料理だぞ。いい食材買ってるやん。ちゃんとお前マジで分かって。いい食材買ったのは
およそ 100m 先、右方向です。一時停止です。その先、およそ 300m で、左方向、右方向です。依存性を持たせろよ。だって、自分が作ってると同時に生配信で料理してる配信があるんだぜ。左方向です。そんな依存性がありすぎるだろ。ちょ、前をやれよ。いやだ、無理受けない。やれよ。無理受けない。だるい、めんどくさい。絶対だ。左方向です。はい。え、わざとそれが一択だわ。5時から7時は画面を見てるんじゃなくて音を聞いてる人が多い。だから音を聞いてる人たちは飯を作ってんだって。これじゃね。違うよ、この先だ。は？いや、お前これだって。この先だよ。え、お前だってこれ乗らないと。透明じゃないよ。下で帰るんだよ。変わんないから時間。え、なんで下で帰るの？変わんないんだって、この時間だと。下で30分だよ。上に乗っても変わんないよ。5分か10分の時間。もう町坂屋かやな、もう本当に。終わったわ、人生最悪。キティじゃなくて変わんないんだって、時間が。マジでこの時間車いないから。ダメだこりゃ。マジで寝ちゃいそうなんだけど。でもイベントやってないし。やべ、寄ってきた。貴重くんもう寄ったわ。気持ち悪いもん。大して飲んでなくね。だって、いや、もう気持ち悪い。もう気持ち悪い。じゃあ降りるよ。あ、じゃあもう降りるわ。じゃあ本当に降りるわ。ちょっと待って、本当に吐きそう。キチョ君、本当に吐きそうだ。今は自分のキャパを分かってないの。そうそう、毎日酒飲んでるくせに。あ、ダメだ。ちょっと待って、ダメだって。まあ、左に車いるな、バカ。窓開いてるし。
ハンドア、ハンドア、ハンドア。ちょっと待って、ごめん。ハンドア。やばい。ハンドア。無理だ。ハンドア。ハンドア、ハンドア。吐くわ。ここにして。ここにして。やっぱ帰りたい。ちょっと待って、きつい。あーやばい、ダメだ。コンビニ行け、コンビニ。コンビニ早く寄って。何言ってんのお前。やばい。あ、やばいかもしんない。目の前コンビニだから。うわ、終わったわ人生。青、はい、青じゃないじゃん。無理だわ。吐く。ちょっと待って、多分マジ吐くみたい。普通の飲み、自分の飲みで吐くってどういうこと？キャバクラとかならまだしも。トイレに駆け込んでいって。